ビビオは1992年から1998年にかけて富士中工業が生産、販売していたハッチバックタイプの軽自動車である。ラリーに参戦するビビオ1992年3月にレックスの後継モデルとして発売された。デビュー当初のキャッチフレーズはシンプルリッチだった。社名は英語のビビットに由来する造語で排気量の660を ローマ数字で表記した66イにもかけられている。多くのグレードとビストロや T トップなどの派生車種を持ち、ラリーなどのモータースポーツへも参戦した。ボディタイプは3ドアハッチバックと5ドアハッチバック、限定車であるタルガートップの3種類で、発売当時主流となりつつあった5ナンバーの乗用車となる3ドア、五ドアのセダンと税制上の優遇措置があった、いわゆる K。 ボンバンと呼ばれる4ナンバーの商用車である3、ドアバンが存在した。軽自動車は一名乗車の機械が多いとする、調査結果に基づいて、運転席の居住性を重視した、ドライバー済みにというコンセプトにのっ,とって、全席のレイアウトが設計されている。運転席側の空間を広くするため、助手席は、やや小ぶりで左側に寄せられている。シフトレバーや、 パーキングブレーキレバーが設置されている。センタートンネルも車体の中央からやや左側に配置されている。外見はショルダーラインから上の窓周りを一段絞ったことや曲線を生かした面構成がスタイリング上の特徴となっている。ボディカラーもレックスでのソリッドカラー中心の展開に比較するとメタリックやマイカト装が展開され質感向上をアピールした。 乗用と商用で車体後部の形状を作り分けていて、乗用グレードではレンズ面積の大きい横長のリアコンビネーションランプを採用した一方、バンでは欧州仕様のバンパーと小型のリアコンビネーションランプを採用してハッチの開口部を広げ、二役性を向上させている。プラットフォームが新設計され、比較的低い重心で操縦安定性の向上を図っている。 安全性も向上しており、発売当時の軽自動車の保安基準は、時速 30km での衝突安全を確保するものであったが、ビビオは普通車の基準である時速 40km での衝突安全を確保していて、当時の軽規格の中では、車体の強度と剛性は高い。欧州にも輸出され、日本国内より速度域の高い欧州でも、高い操縦安定性が、 現地の自動車専門誌から評価を受けた。軽自動車では過去に例のなかったニュルブルクリンクでのテストを行い RXR のベストタイムは9分54秒台であった。また、つくばサーキットでのテストにおいても RXR が1分13秒35という軽自動車としては極めて優秀なタイムを記録している。また、RXR の最高速は 自動車雑誌各紙のテストで時速1 8 2トルを記録した。軽規格の改定に伴い、1998年9月に生産終了を経て、同年11月をもって販売終了となった。後継者はビビオのプラットフォームを改良し、660cc 以下の軽自動車枠の新規格に対応させたプレオであった。 エンジンはレックスから引き続き、クローバー4と呼ばれる直列4気筒の、アン安定7型が横置きで搭載された。仕様として、ナ・サイチェシー、キャブレター仕様42馬力、ナ・サイチェシー、遠隔48馬力、愛心性、スーパーチャージャーサイチェシー、遠隔 64PS、愛心性、スーパーチャージャー DOHC、遠隔 64PS の、計4種類が基本。 最終型では DOHC の配慮使用化に伴って、レギュラー仕様のサイチェシーに 5MT を組み合わせたり、DOHC イケイトという組み合わせもラインナップされた。駆動方式は FF を基本とし、パートタイム式及びビスカスカップリングを用いたフルタイム式の4輪駆動モデルも用意された。サスペンションはスバル車伝統の4輪独立喧嘩である。 前輪は元より後輪にも射角に比して、高度なストラット型を採用し、前輪は、レックスの I 型ロアアーム、テンションロッドから L 型ロアアームに、後輪は、セミトレーリングアーム式から、ストロークに余裕ある、デュアルリンクストラット式となった。カタログでは、レガシーと同じメカニズムと書かれている。94年のマイナーチェンジで、リアサスペンションリンクの形状が見直され、 よりアンダーステアを抑えた特性に変更された。なお、DOHCMSC 仕様では、前後に、サイチェ CMSC 仕様と一部の DOHCMSC 仕様では前側に、トーションバータイプのスタビライザーが装備されている。5速 MT と、無断変速機イケイトのほか、バン向けとして追加された3速 AT の3種類がある。イケイト車の後期型には6速、 マニュアルモードを備える、スポーツシフト搭載者も存在した。1992年のパリ・モスクは、北京マラソンレードに参戦し、出走順を決めるプロログランで、ワークスのパジェロを上回るタイムを記録している。1993年のサファリ・ラリーには、WRC ワークスドライバーのコリン・マクレイと、プライベーターの石田聖司、パトリック・ジル、フランシスコ・ビラズナーが、 ビビオ RXR4WD で参戦。グループ A5 クラスは、上記のビビオ4台で埋まった。チームはマクレイに、とにかく他チームの前を走れ、ジルには、何が何でも完走しろとオーダーを出した。マクレイは、トヨタワークスのセリカを上回る総合4位を、走行したがリタイア。石田もリタイアしたが、ジルが、A5 クラス1位、ビラズナーが2位で完走した。 生産終了から、しばらくの間も、WRC ラリージャパンに、地元、北海道をはじめとするプライベーターが時折ビビオで参戦していた。ビビオの装備やエンジンの違いによるグレードの一覧。M4WDM S4WDM300、タイプ SM300 スーパーチャージャー RXR4WDT、トップリアキャリアなしビストロビストロシフォンオード、ビストロホワイトエディション。 ビビオ、トヨタ自動車株式会社。2020年1月2日閲覧。過去に、同じキャッチフレーズが、ジャスティのカタログで歌われていた。カートップより、ハット系、カースペシャルより時速 130km で作動する。速度リミッターをカットしての記録、ビビオのカタログ。リクルート株式会社。2020年1月2日閲覧。わずかなスロットルカイの増減で、 プーリーが不必要に動き、結果として不快な前後衝動が起きる現象。ノッキングのカーノックの説明も参照のこと。スポーツシフトは、プロドライブ、リミテッドの登録商標41、トラストバンクサファリラリー1993、C&A の原曲版とは別に、キャシーデニスのカバー版も使われていた。これ以前、1990年には、 トヨタスプリンターカリブの CM 局に使われていた。ありがとうございます。